中華民国の政治家。中国青年党結成メンバーの一人で、後に中央執行委員長、主席なども務めた。名は、学君だが、字の春生で知られる。別号は中平。塾教師の家庭に生まれる。はじめは、旧学を学んでいたが、中華民国成立頃に、調査で外国語専門学校が新たに成立すると、佐春生はこれに通い、英語と、 日本語を学んだ。1914年秋、兄の資金援助を受けて、上海に移って、新官学院に入学、フランス語を学ぶ。この時、祖、理工と知り合った。学業の途中で、兄が死去したため、経済的に困窮した左は中途退学し、1917年秋に、南京で家庭教師などの職で生計を立てている。1918年6月、 北京で、蘇、王光関、李大将らが少年中国学会の組織を準備し始める。翌月、王が南京に組織準備のためにやってきて、この時に、佐春生も少年中国学会に加入した。同年7月、会は正式に発足し、左は学会評議部評議員に選出される。翌年、蘇がフランスへ留学したため、左がその公認として、 表義部主任となった。少年中国学会は54運動などで多大な影響力を発揮した。しかし54運動勃発から数ヶ月して、蘇、左春星、李光、陳慶アマネラの国家主義派と、李大将、当中華、皇子月、皇君裏のマルクス主義派との対立が、顕在化する。ソ・李らが、フランス留学中であったため、 中国国内での国家主義派のリーダーは、左とチが務めた。1923年12月に、パリで中国青年党を結成した祖、李コは、1924年9月に帰国し、上海で党機関し、政治を創刊した。佐春生は、同志の総経理となっている。翌年、佐春生は、正式に中国青年党に加入し、 1926年7月の第1回全国代表大会で中央執行委員会場務委員に選出された。その後、フランス留学を経て中華書局にも所属している。1931年の満州事変勃発後に、左春生と陳定店は上海に移り、雑誌、民生週刊を創刊し、中国国民党との連携、抗日、 反響の主張を展開した。同年末には、李工、陳に加え、熊木弱い、馬草白、公園土うといった名士たちと協力して中華、民国国難救済会を結成する。翌年、左は中華諸局を離れ、福丹大学や大科大学で教官となった。左は、小解析が青年党を帰り見ない姿勢に反発し、1933年11月に、 復権事変が勃発すると、これに参加するなどしている。1935年、左春生は国民党の中央政治学校で教官となり、ここからようやく左や青年党と小解析との連携が確立され始める。同年7月の青年党第8回全国代表大会において、左は中央執行委員会委員長に選出された。 1937年の日中戦争勃発後、左は露山会議に出席し、将に憲法制定と民意代表機関の設立を提言している。翌年4月、左は青年党中央執行委員長名義で公選建国綱領を将来に提出し、その全面的指示を示した。また、日中戦争期間中を通して反響の姿勢は堅持し、 特に抗日根拠地設立には激しく反発している。その一方で、佐春聖率いる青年党は、1939年に、重慶で非国民党諸派による建国同士会が結成されると、これに参加を表明した。同年に、中国国民党が5期後中全会で、ことと制限活動弁法を提示すると、青年党もこれに反対を示している。 建国同士会が改組され、1941年に中国民主政団同盟、さらに1944年に中国民主同盟となっても、引き続き青年党は参加し、左はこれらの秘書長に任命された。また1945年7月には、左と昭白、人し、公園、土河浦は、延安を訪問している。戦後の1945年11月に、 重慶で開かれた青年党第10回全国代表大会では、総が主席に選出され、左春生は中央常務院権宣伝部長となった。左は上海に移って青年党機関し中華時報や青年生活を創刊している。翌1946年11月に政権国民大会が開催されると青年党はこれに参加し、 左も代表となったが、この際に、反省解析路線を堅持した民名から青年党は離脱した。1947年4月、農林部部長として起用され、1949年3月までこの地位にあった。その後、左春生は一旦台湾に逃れたが、結局は香港に移り、雑誌、 自由人選を創刊して引き続き青年党の主張を展開したほか、深夜学院や聖火書院で中国近代史の講座を開いた。1966年8月、台湾に再び赴いて、相当不国策顧問に任せられる。そして台湾移転後は指導者不在のまま、内部分裂状態にあった。 青年党の再建に乗り出し、1969年春には、李光を台湾に呼び寄せた。同年の青年党、第12期代表大会では、左は、与野、菊、陳形天、李、古国位と共に主席に選出され、中央党部も成立し、青年党は、一応の安定を見ることになった。同年10月16日、台湾にて病没。去年77、 ありがとうございます。